己の肉体を駆使して戦うか。気に入ったぞ。ほう、話がわかるじゃないか。拳で語り合うのはいいぞ。お前も武術の心得があるらしいな。ふん、多少はな。なるほど、それが流派東方不敗とやらか。ああ、我が流派は無敵。やるな。ウーフェーと言ったか。当然だ、この程度のこと。流派東方不敗として負けられないからな。なるほど、確かに見事だ。流派東方不敗。当たり前だ、厳しい修行を耐え抜いてきたんだからな。同じ剣法使いとして無様な真似は見せられんからな。受けに回ると脆いのだな。くっ、見誤ったか。貴様では俺の動きを捉えられまい。早い、モビルトレースシステムとやらか。さあどう出る。流派東方不敗、いかな達人でもここからは逃れられまい。隙がない。面白い動きだったが見切らせてもらった。くっ、サイサイシーもどきなどに。サイサイシーの方が手強かったぞ。言わせておけば、流派東方腐敗に敗北はない。流派東方腐敗とやらもそこが知れたな。でたらめな剣法を使う。何なんです、サイコフレームって。パイロットの意思に反応する金属だって言うけど、それだけじゃないんでしょ。これはサイコフレームといって、強い敵ほど燃えるガンダムか。いい機体だ。悪い人ではないと思う。でも分かり合えるかな。やるな少年。あの人強い。甘い。なんだあの戦い方。戦いを終わらせるんだ。甘いぞ少年。時には拳で語り合わねばならん。少年と思っていたらここまでやるとは。格闘戦だけで敵を蹴散らした。くそ、こんな無様を。無茶な戦い方をするから。勝つためじゃない、分かり合うために戦ってた。でもそれは無茶だ。さあ拳で語り合おう。ユニコーンの拳なら。どうした少年。追い詰められた。そんなんじゃみんなを救えないんだ。それでも俺には拳しかない。まだまだ甘いな。出直してこい。俺の拳じゃ足りないって言うのか。いいファイトだった。お前の拳確かに受け取ったぞ。見事だったぞ少年。あなたはこうまでしないと心を通わせられないんですか。これが拳と拳のぶつかり合いなんだ。負けたっていうのにこんなに清々しい。誰だか知らん、誰だか知らんが、お前を救えと拳がうなる。行くぞ。あの声を聞くとお前の顔がよぎるな、サイサイシー。ザ・ガンダム？違うな、俺はガンダム・ザ・ガンダムとなる予定の男だ。俺がガンダム・ザ・ガンダムだ。デビル・ガンダムを探してるのか。俺は勝ったことあるぞ。なんだと。そんな情報は入っていないぞ。ああ、あんたと一緒なんだったら武者ガンダム持ってきたらよかったぜ。強いな。でも俺の武者ガンダムも負けてないぜ。くっそ。よし、今度は俺の武者ガンダムとシミュレーションしようぜ。どうしてあなたはそんなに戦えるんです。俺は戦うことしかできない、それだけだ。戦いを拒むか。どうしているマリナ・イスマイール。戦わないのがお前の心情なら好きにすればいい。ただ降りかかる火の粉くらいは自分で払え。そうですね、戦いたくなくても戦いを挑まれますし。戦いたくないのは誰でも同じだ。だがそれによってしか変革できないものもある。そんなこと。戦うのが嫌ならこんなことはやめましょう。今の俺にはそれだけの力がない。ならば戦うのみ。戦いをなくすための戦い、俺はそれを続けるしかない。そうか、お前の思い理解できた気がする。思いは同じはずなのに、どうして。刹那 F 千円、この人からは強い意志を感じる。俺はお前とは違う。初めから分かり合おうともしなかったお前とは
対話による解決、それができるなら一番ですね。ああ、だがそこに至る道は戦いよりも厳しい。能量支配？違うな。なんだこの人、僕みたいな能力を。そうか、彼もまた対話を望んでいるのか。戦いを止める期待、本当にできるんだろうか。戦ってでもお前を止める。対話への障害排除する。僕が障害？対話をしようとするあなたがなぜ戦うんですか。こんなことで分かり合えるはずがない。そうだな、それはお前にも言えることだ。お前は戦ってはいけない。そうだろう、戦わずに済ますことはできなかったか。対話のための期待、僕の思いは届きましたか。分かり合える、対話はできるはずなのに。見せてください、僕にも人の心の光を、人の善意、可能性。ああ、あなたのような人がいるなんて。人の歴史がいつか黒歴史と呼ばれない世界が訪れれば、守りたい世界があると言いながら、あなたも戦いが望みなんですか。あまり目をギラギラさせておると私のようなものに蹴取られるぞ。何を言いますか、お人が悪いですな。さすがは女狐か、早めに始末するに限るな。こんな小悪党がのうのうと生きているか。この程度の器で野心など持つか。遅いぞハリボテめ。さて命乞いを聞かせてもらおうか。うるさい、まだ私は負けたわけではない。負けたわけでは格が違うのだ。それに気づかん自分を責めるのだな。くっ、弱いごと。私に倒されたことありがたく思ってほしいな。腕が鈍ったか、この程度で。モビルスーツ戦では実力だけが全て、小細工など効かんぞ。逃げろ怯えろ、じわじわと追い詰めてやる。追い詰めたぞ女狐。弱い犬がキャンキャンと吠えおって。そうだ、我が期待の前にひざまずくがいい。貴様のような小物にしてやられるとはな。そう、世界を滑るにふさわしいのはこの私だ。こんな女一人のために我が野望がついえるだと、バカな。そうか、プルツーの妹、面白い。この女不快だ。私とタイミングを合わせただと。たやすいことだ、一気撃墜。ふん、人形ごとき。私も人か、人形ごときと考えてしまうな。あのガンダム、まがまがしいな。なんだと。マスター、味方が撃墜されました。おやおや、どうしたのだ。くっ、私はこのままでは終わらない。所詮作られたものなどこの程度なのだ。フル2の動きと似ているな。そんなものか、そこにいたのか一強化人間。くっ、なぜだ。所詮その程度なのだ、身の程をわきまえろ。ふん、面白くもない。私が負けただと。目標を発見した。私を倒すというか、面白い。己、強化人間ごときに。マスターを侮辱する者は許さん。マスター、目標を破壊。マスター、マスター、なんでこんなことになるんだ。やめるんだステラ、今なら間に合うから。シン、もう止まらないの、止められないの。ステラ、ステラ、ごめんよ。シン、シン、どうして、どうして、どうして撃っちゃったんだ俺、どうして。ステラ、気づいてくれ、ステラ。シン、殺すの。ステラ、何をするんだ。ステラ、壊すの、何もかも、シンも。ステラ、信じてたんだ、きっとうまくいくって。シン、さよなら。壊すの全部。シン、シンも。
当に。ステラー！シン！シン！あー！ステラ！おい！ステラ！ステラー！目の前に立ちふさがる運命、切り裂いてみせろ、ガンダム。ステラ、行こう。俺がきっと守るから。ステラを守る。死なない。そうさ、ステラを守れるのは俺だけだ。シン、シン。ステラ、よくやったね。シン、ステラ、やった。シン、敵倒したの。ステラがやっつけたの。よし、俺だってやってやる。俺、ステラを守るって決めたんだ。やった、俺たち勝ったんだ。シン、ステラも、シン、守る。シン、すごい。シン、強い。三日月？お、ひょっとしてクレッセントシップと何か関係あるんですね。ないよ。そのトワサンガってとこには一度行ってみたいけど、一つの装備で全てを賄うとか、オルガなら無駄って切り捨てそうだけど。そういう発想したのが僕ってわけじゃありませんよ。 GK？ ガンダムフレームじゃないのか。こっちの攻撃に合わせた。いいセンスしてる。豪快な攻撃って気持ちいい。パーフェクトパックの力どうですか、三日月さん。やるね。あんな装備が鉄火弾にもあればな。やったよ。残りは任せてもいい。あんな原始的な武装で僕も負けてられないな。シンプルな武装しかないのにあんなにも戦えるなんて。たまたまこの武器しかなかっただけなんだけど。そんなもので殴られたくはないから落としますよ。こっちだって体を削られたくはない。いい加減黙ってくれ、ベルリゼナム。どうしても分かり合えないっていうのか、三日月オーガス。僕にも負けられない理由があるんです。分かってくれますよね、三日月さん。 G セルフだって万能じゃないんですよ。あんまりはしゃがないでくれ、イラつく。それはそっちの都合ってもんでしょう。機体もパイロットも超一流だけど、そっちにはオルガがいなかったんだ、ベルリゼナム。バルバトス、あれじゃモビルスーツというより悪魔じゃないか。もう喋るなよ。あんまりうるさいとみんなが静かに眠れないだろ。そうできない事情ってものがあるんですよ。そのバックパックってやつがあればバルバトスも強くなれそうだ。射撃も接近戦もお手のものか。あれほどのバックパックがバルバトスにもあればな。あんたら5人でガンダムのパイロットなんだろ。そんなバラバラで大丈夫なのか。ゼロシステム、それは鉄火弾の未来も見せてくれんの。未来を見せるシステムになんか興味はないね。今を生きるので精一杯だ。鉄火弾の未来は鉄火弾で決める。あんたはガンダム？ガンダムっていうのか。ずいぶん変わった名前だな。あんたも弟がいるのか。なら兄貴として立派にやらなきゃな。俺にも弟がいたんだ。あんたは弟のこと大事にしてやれよ。プラモを切りやすそう、どういう意味だ。団長のことを知っているのか。あっちのオルガはうちの団長とはまるっきし違うんだな。ステラ、おい、ステラ、ステラ。ステラ、ステラ、ステラ、ステラ。